それでは今日は計画実践編ということで計画のことについて話してまいりますが、では皆さん計画ってなぜ大切なんでしょうね、まあ、必要とありますがなぜ大切なんでしょうか、ちょっとその辺のところですねご自分の考えを紹介していただいたらと思います、計画はなぜ大事ですねなぜ大事でしょうねその辺のところはご自分の考え方で構いませんのでおっしゃっていただけますかじゃあ羽鳥さんいかがですか計画の重要性ということで私は、やはり、重要性や、そのやる手順を、やっぱり整理しなければ、何をやってるのかわからなくなるので、計画は必要だと、大事だと思います。なるほどね。重要性とかやる手順っていうのは、やっぱり考えていくためには、こういうようなものを明確に、計画してた方がいいと。いうことですよね。そうですね。あと、そうするとどうですか他の人に対する影響とかどうですかね。そうですね。それを、従業員とかに説明するにあたって、やはり、従業員も、うちの会社がどういう方向で、どういうことがやりたいのかっていうのが、分かりやすい、明確になるっていう考えがあります。なるほどね。どういうことをやりたいかが分かってくると。はい。ですね。だから従業員にとってもメリットあるということですかね。はい。はい、そういうところでよろしいでしょうか。はい。はい。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。はい。じゃあ、あと、浅井さんいかがでしょうか。はい。はい、どうもすいません。皆さんの意見とかもこう聞きながら、そうだなと思ったんですけど、やっぱりこう、まず課題と解決策がこう分かると、計画がそういうことで、ギャップが分かるというか、はい。あと、やっぱり、羽鳥さんもおっしゃったんですけど、重要性、ある部分、優先順位ですか、書いてみると、優先順位が分かるので、僕は特にやっぱりこう計画を書くことによって、カッと実現するっていう、はい。ことがやっぱあるのかなっていう。書くと実現するってのはどういうことですか？目標は紙に書くと実現するって言われてたので、45の時に10年間の計画を作って、こう、全部こう作っといたと表にしてですね、で、10年経ってみたら8割達成してたんですよ。コロナとか今の凋落ぶりは計画に入ってなかったんですけど。まあ、なるほどね。はい。はい。はい、だけど、その自分がやりたいので家を建てるとか、何やるとか、どこどこ行くとか、ハワイに行ってなんかサーフィンやりたいとか、それも大体こう、大体そのベンツ乗りたいとか、みんな大体実現できてたんで、はい、なんでかなっていう、だから、明確か、よく自分のこう、あと書くと本当に欲しいかどうかが分かるとか、結果書くと、これやりたくないなっていう、分かるので、はい。なるほどね。そんな感じですね。あと会社的には、四半期に一回ずつ経営計画発表会ってやって、全員に計画作らせると、会社の方向性も分かるし、その社員の、はっきり言うとレベル感がよく分かりますよね、計画作られてると、どんぐらいこういうツアー考えてるのかとかあるので、すみません、長くなって、そんな感じです。大丈夫ですよ、はい。そういう四半期に作ってもらう。四半期一回、はい、前はホテルでやってたんですけど、今もズームで、お金の問題もズームでやってる、全社員が参加して、全員発表するっていうことでやるんですけど、経営計画発表会やると盛り上がりますね、とりあえず。現状はどうあれ。盛り上がる。はい、うん。その瞬間だけは幸せになれると思いましょう。はい。なるほどね。盛り上がります。あと幹部がやっぱ育ちます。3年やってますけど。今の状況だけ見ちゃうと結構厳しいんですけど、でもそれでもこう、なんていうか、組織的には絶対強くなってますんで、今回のコロナで。なるほどね。はい。ね、よかったでした。はい。以上でございます。多分今の発表聞いて、他の方がなんか、もう質問したいことが、うずうず湧いてきてるんじゃないかと思うんですけど。儲かってる宿場さんに聞いてください。僕も真っ赤。いやいや。ここに来てまあ、いろんなケースがあると思いますので。それはまたおいおい聞いていきますので、それで、この四半期に計画を作ってもらうということですが、社員の人に作ってもらっているということなんですね。僕が経営理念とかあるんですね、くせ者の経営理念、それをもとに、僕がその、大枠を作るんですね、大きな方針を。で、それに至るまで幹部とは1回と2回会議があるんで、大体話をしてまして、四半期に1回ずつ、クォーターごとの、その本人たちのその達成状況とか、
あとは、それを、まあ、大体今達成できてないので、うん、それぞれが全員そのズームを使って、その自分で資料を作って、人によって、20ページぐらい作るやつも、やっぱ3枚しか作るやつもいて、そこでもよくわかるんですよ、性格が。うん、で、こう発表をして、うん、やっていくと。で、まあ、クォーターごとにやりなさいっていうのもあるところで言われてるんですね。うん、クォーターごとにやったら、四半期ですね。みんなのモチベーション落ちないですね、状況がかなりやばくなっても。なんかこう、こう方向向かってんだ、みたいな。うん、なるほどね。なんかそれを聞くと、なんかものすごく優秀な人材が集まっているというようにも感じるんですが、そのあたりいかがなんですか？先生、もうほとんど誘導質問でろくなのがいないです。もともとは、もう正直で飲みに行くと、履歴書の嘘が全部わかりますから、この間うちの部長と喋ってたら、お前がいた会社ってさ、だから全然話が、みんなあれの転職会社とかも嘘だらけなんですよ。うん。だからそういう人たちが、なんかだんだんこう経営志向になっていくっていうか、それはあります。だ人が育つんで、僕正直言うとかなりこう自由な時間、まあ赤字なんですけど、時間だけいっぱいある。お金はないけど、時間はいっぱいある。勝手に自分らはちゃんと動くんで。なるほどね。だそういう、まあまだ完璧じゃないんですけど、多分、うん、6、7年始める前に比べると、まだ離職者が今うちゼロなんですね。うん、ほうほうほう。はい。うん、この1年間、前は半分ぐらい辞めてましたんで。うん、だから人も辞めなくなって、うん、だ社内の雰囲気はものすごい赤字なの、すごくうちの会社なんかいいんですよね。変な会社なんですよ。なるほどね。で、なんかね、お話聞いて、誘導尋問で何でもなく、僕は素直に自分と聞きたいことを伺ってるんですけど、まあ、もう一つはね、こういう仕事なんで、皆さんには参考になるようなことも当然ね、聞いてはいるんですけども、まあ、こういうのを聞くとね、あ、すごいなと、羨ましいっておかしいんですよね、どういうふうにされてるのかなっていうことをね、感じる方もいらっしゃるんで、まあ、おいおいね、こういうことをまた伺っていきたいと思います。それとあと大事だなと思ったのは、問題と解決策が分かるっていうことなんですが、問題じゃない。課題と解決策が分かるということなんですが、その課題ってどういうことなんですか？例えば今赤字だったら何が課題かというと、うんうん、まあランチェスター僕が忘れたからっていうのが分かりますし、うん、やっぱ規模拡大に走って新規事業に走ってとか、うん、でその課題はじゃあどうするかって、うん、でこの間先生との個人面談した後に、じゃあ一番儲かってるところに集中しようってことで、うん、そういうなんかこう課題がどんどん出てくるので、じゃあ、今度看板集めてミーティングやって、もうありのままに話をして、うん、会社黒字さんはどうしたらいいってこう話しかけると、大体みんなちゃんと持っていく方向へ、行きますので、じゃあもうとりあえず今の仕事に集中しよう。だから、もう幹部に一番やっぱ要求する、欲しい能力は課題発見能力だっていつも言ってるんですよ。課題発見できないと危ないじゃん。うん、それをそういうその四半期の経営計画発表会とか、あとその毎週金曜日の、の1時半から2時までやるズームの全社員の発表会があるんですよ、うん、今仕事について思ってることとか、うん、自分がなんでトワキャスで働いてるかとか言ったら、単に爆弾発言するんですね、うん、僕の仕事はクソですとかって平気でこの言ったらいいからって、うん、でそういうのをやっていって、まあ、その離職をするのもありますけど、社内の温度感をこうできるだけ近づけて、簡単に言うと僕のやりたいことを浸透させるっていうか、うんうん、だから、そうですね、だから今あんまり利益的にうまくいってないんですけど、一人一人でやる気は半端なくすごいんですよ、みんな。うん、なるほどね。いや、それは本当にね、従業員のやる気を引き出すっていうのは、もうどの経営者の課題でもありますからね。で、ここで今、伺ったように、課題というのはちょっと問題と違って、問題は問題なる現状のことを言ってるじゃないですか。はい、課題っていうのは、今おっしゃったように、自分たちはこうなりたくて、そのためにこう何をやればいいのかということで、まあ、ステップアップですよね。だから、はい、問題解決と課題解決は違うっていうことを最近インターネットを調べるとよく出てくるみたいで、やっぱりこの課題解決をすることはすごく大事になってくるという、そんな話があります。で、実はこれ皆さんとはまたちょっと違うんですけども、私は今回ボランティアで30代までの方にビジネスマンに対して講演会すること、まあ、僕がやるんじゃなくてすごい方を呼んで講演会することになったんですけども、まあ、その一つのテーマが課題解決力ですか。
というテーマだったと思いますの で課題っていうのはもう一度、まあ、今日の一つのテーマでありますので、またちょうど出していただいたんで申し上げますが、問題と課題の違いは、問題は問題でこれを、ね、なくしてもそのままなんですよね。で課題って何かっていうと、自分たちが目指すものがあって、そのためにこう踏むステップのようなものですよね。だからその課題を見つけてい、くことによってこう新しい問題解決にもつながっていくというものが課題じゃないかなと思ってるんですが、そういうことでいいですか、朝日さん、課題っていうのは。あ、もうあの先生に言っていただいたので、まああのまあ、そうですね、ほぼほぼそういう感じですね。そうですね、はい、はいはいはい、ということですね。でちょっとあの余談ですけども、皆さんの資料の7ページのところにこんなこと書いています。皆さんの資料の7ページのところに、幹部に必要な能力ということで、まあ、求められるものということで、君の、ね、これはあの短期間で企業を再生した経営者の話なんですが、これ幹部社員に聞いてもらったそうですよね。で君の部署の解決すべき問題は何かというふうことを聞いてたそうです。で、こう5つの問題が出てきたということで、まあ、これはですね、以前皆さんにお話したことじゃないかと思うんですが、まあ、簡単に言うと、ここで大事なことは、問題にぶつかったときに、だからどうするっていう考え方、それを持っていくことが大事だということなんですよね。で、ある意味では、これ、成果を出す人の口癖でもあるということになっていますので、で、そうすると、課題解決すると、まあ、自分たちは成長したり、新しくこう進んでるとこもあるわけですね。そうすると人は考え方が変わってきますので、前向きになったり積極的になったりすることがあるんで、まあ、それで社員の人たちも明るいとか積極的な人たちなのかなみたいなことを今感じながら伺っておりました。はい、それではもう一度朝日さん、ありがとうございます。はい、それでは話を元に戻しまして、では今はね、計画はなぜ大事ですかということについて話しておりますが、先ほど申し上げましたように、当然ですね、計画立てない部分もあると思いますので、そういう方は、まあ、私は全てに対して計画立ててるわけではありませんと、ただしこういうことも大事だと思ってますということがありましたら、おっしゃっていただいたらと思います。それでは、宿和さん、いかがでしょうか。私の方は、うん、やはり思いつきすぎて、年齢的にはまず捨てることがまず必要ってことと、あとは、ある程度も家賃も入ってきますし、うん、まあ、そこそこ貯金もありますから、うん、やっぱ自分が有益な人生を送ること、うんうん、あとその人生の最適化、最大の目標で、やっぱ感動することか笑うことかが人生の目標かなと思ってます。うんうん、で、やることが思いつく人多いので、とにかく優先順位をつけないと、まあ時間が足らないっていうのはちょっとまあ僕の欠点なんですけど、うん、だからとにかく結果を出すことですね。うん、無駄なことを捨てるってことですね。ああ、なるほどね。無駄な。あとは計画を使ってもうまくいかないことがほとんどなんですけど、うんうんうん、やっぱり優先順位をつけて、とにかく実行すること、実行して結果を出すことが最低必要なんで、うんうん、で、あとは、まあ、そういうことですかね。まあ、いろいろ書きましたけど、まあ、結局これが本音かなと思いますけどね。ああ、なるほどね。本音で語っていただいてありがとうございます。人生で、笑うことと何でしたっけ？感動すること？あ、感動することね。ことね。ある程度、もう、そういう、なんて言うんだろう。うん。まあ、金も大切なんですけど、うん。おお。金ってやると心がましくなるんで。おお。渋沢一の言葉で片手にそろばん片手に、うん、やっぱり金ばっかりやると心回しくなるし、うん、心ばっかりやると金がなくなるんで。そうですよね。はい、ちょっと待って、回るかな、ね、最近ずっと横に論語とそろばん置いてるんですけど、今日はないですね。はい、いいですよね。はい、また金金というと心が貧しくなるっていうのはね、本当に名言だなと思います。それと逆に思いつきすぎるので捨てることも必要ということで、逆に計画を立てていらっしゃる部分もあるということ、まあ、計画らしきものを立ってるって感じですね。計画らしきものね。だから朝日さんの話聞いて全くこう恥ずかしながら、私は全部4ヶ月間で全店長全部入れ替えたんで、辞めさせてなんか朝日さんみたいに育てるようになったらもっと僕はパワーアップできるのにと思ったけど、
はい、いや、ありがとうございます。ね、はい、あのお互いね、皆さんいいとこ持っていらっしゃると思いますので、まあ、ちょっとこう上目線で言うんではないんですけども、で、あの人間って結構あの自分のできてないところと人のいいところをやっぱり比較するところあるそうなんで、まあ、それは悪いことではないんですけども、あのいいところを皆さんお持ちなんで、やっぱりそれをどう伸ばすか、あのそれは人生戦略になってくると思いますので、ぜひね、あの自分のいいところ、あの多分たくさん持っていらっしゃると思いますので、まあ、持っていると僕も思いますし、まあ、そういうふうに伸ばしていただけたらと思います。で、まあ、そういうものを、まあ、生かすためにも、まあ、計画必要じゃないかなというところですよね。はい、あといかがでしょうか。じゃあ、武田さんいかがですか。はい、すいません、はい、あの計画というのは僕はあの計画が2つあると思ってて、長期と短期があるなと思ってて、でまあ短期はまあ目の前のこう目標とかね、数字とか、あそういうものにこうさっきの問題解決に近いものになっていくような気がするんですけども、あのさっきちょっとお話アセアン出てましたけど、長期の場合ってこう長期ビジョンをまあ経営者の人がこうかけると、方向性が従業員の方は分かるんで、あの全体的には自主性はやっぱり上がってくるなって感じをしてるんですよ。で、その自主性を上がったところで、自分たちで自ら考えて行動をしてもらうのを短期でやってもらうっていう流れがいいんじゃないかなっていうふうに思っていて、だからこれ2つあるんだと思うんですよね。で、長期から短期へモチベーションアップでやってもらうと、で育つにやっぱり時間かかるなっていう感覚があって、何年も何年もそれをやることによって人が育ってくるような僕はイメージです。なるほどね、なるほどね。まあ、ここで言うのは、まあ、目標には長期と短期、まあ、計画ということですけど、目標という形で、ね、おっしゃっていただきましたし、まあ、この計画と目標というのは結構似てますよね。まあ、それがですね、こうあるということですよね。で、目の前の方が、短期というのは目の前のことで、どっちかというと問題解決で、長期がビジョンとかで、まあ、そういうものを経営者が出していくと、方向性が見えてきて実勢が生まれる、まあ、会社はこんなことやろうとしているのか、まあ、それに対してこう動いていこうかということですよね。そして長期から短期に目標をつなげていくことがいいということで、まあ、よくこれはあの目標設定とか計画ということで出てくる話ですよね。まあ、簡単に言うと目的があって目標があって、それを実行しましょうという考え方になってくると思います。まあ、それね、よく計画のところで話されることじゃないかなと思います。はい、まあ、これはあのご自分もありますが、あの企業さんとかをね、指導される時の考え方が出ていらっしゃったのかなというふうに思いました。ありがとうございます。はい、では奥村さんいかがでしょうか。そうですね、まあ、先ほどの朝日さんのお話はかなり衝撃的だったんですけど、私も社員にちょっと計画を立てさせるなんていうことは考えたこともなかったんですけど、まあ、ちょっと考えてみたいなと勉強になりました。で、私が、そうですね、計画はなぜ大事かっていうふうに考えてるかっていうのを、やっぱりそのどうしても目先の部分にとらわれてしまいますけど、あの先の計画を立てることによって、まあ結構その予実際っていうか、その差をこう考えることになるので、自然やっぱりそっちの方向に向かっていく部分はあるかな。特にやっぱり長期の目標を立てることは非常に有意義だなっていうのは、最近になって思いました。以上です。なるほどね。今長期の目標を立てることが、ね、大事だということをおっしゃったんですが、特にどういう部分が大事ですかね。僕人生目標ってかあんまり立てたことなかったんですけど、はい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 、最近あと何年後にどうする、なんでそれ考えてるかって逆な話で、僕、逆に先を考えるようになったっていう、はいはいはい、まあ、なかったら怠けちゃっても、先のこと考える必要ないんですけど、今は その負荷が逆に良くなってますけどね。なるほどね、なるほどね。それ、まあ、まあ、ある意味では問題解決ですけども、ただそれ以上のことをするために何をしたらいいのかということでお考えになったということですね。
逆に言えば、なんかこう、真剣に取り組もうというときに、やっぱりある程度能力ある人は先のことを考えていくということがあるということですよね。そんなのあるからっていう気がしましたね。はい。ありがとうございます。はい、それでは、長谷川さん、いかがでしょうか。計画にその2つあると思ってまして、うん、その1つがそのお金が入ってくる方の計画ですね。あで、もう1つがお金が出ていく方の計画で、はい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 、で大抵そのお金が入る方の計画を立てたときに、その計画を実行するために、はいはいまあ、投資計画、はい、出ていく方の計画が必要だと、はいはい、いうことになるんですけども、うんよく起こるのが、うん、その入る方の計画は全然達成されなくて、うん、で出てこうは 100%、まあ、その通り計画通りいくと、うんまあ、いうことが、まあ、多いんですよね、うん、なのでその入る方の計画の方が重要なので、うん、ただしこれはあんまりそのフィックスでですね、はいはいはいつまり何て言うんですか、その出る方の計画、お金が出ていっちゃうの計画をフィックスでやると、うん、その入る方の計画が全然達成されてないのに、うん、出る方だけ 100% 実行されちゃいますから、うん危険だなと思ってまして、うん、ですのでその、まあ、入る方の計画は作って、うん出る方の方は結構フリーハンドっていうか、その何て言うんですかね、そのガチガチに作らない方がいいんじゃないかなとはいうふうには感じてます、うんうん、ちなみにそれはどういうところからこれをお考えになったんですか。まあ、特に通販なんかやってますと、うん、その広告計画というか、その、うん、まあそうですね、広告計画いくらいくら使うっていうのを作って、うんやるわけなんですが、実際その思い通りに いかないわけなんですよね。うん、だから広告に投資しちゃって、うん、しちゃったんだけど、その入る方は全然入んないと、うん、いうことがありますんで、うん、そうした場合にすぐにそのこれはまあ戦略戦術でいうと戦術面の話なんで、うん、戦術は手段ですから、うん、そのどんどん変えていかなきゃいけないんですよね。うんだからそこら辺をそのあんまりこうガチガチにしてると、うんその危険ですので、うん、で大体その出る方の計画はもう本当に 100% 実行されちゃうんですよね。それがだから、ね難しいとこだなと、ね、まあだからそのお金の入る方の計画重視ということですね。なんか伺いましたら、なんか稲森さんもそんなことおっしゃってるって聞きましたね、この間。そうです。これはまあ、稲森さんがそういうふうに昔言ってまして、うん、まあ、それ作るそうだなと思ったんですね。うん、なるほどね。なるほどね。ありがとうございます。で、今、2つの計画のことをおっしゃっていただいたんですが、特にどういう、まあ、その2つもあるんですが、それ以外に特にどんな計画をよく立てるか、立てることが大事だと思われます。どんな計画っていうのは、うん、まあ一応だから売上計画とか、うん、そういうのは立てるんですけれども、うんうんうん、まあそれもそんなになんていうんですか、こうガチガチに考えるわけじゃなくて、うんまあ、一種のなんか希望みたいな感じですね。なるほどね。なるほどね。はい、わかりました。ありがとうございます。ね、はい、現実的なこともね、お話していただきました。ありがとうございます。はい、それでは今皆さんにですね、まあ、今回計画編ということで、なぜ計画は大切ですかということで、まあ、いろんなことね、内容についてお話しいただきました。そして皆さんそれぞれがね、この計画について考え方をお持ちだということです。それで、まあ、計画にはね、2つあるっていうことが2つ出てきたんですが、それ以外に、まあ、ちょっと追加しておきますと、まあ、計画ということで、ね、まあ、ちょっと横文字で書いちゃいますけども、KPI っていうのと、KGI って出てきますよね。KGI。で、これ何がいいかというと、目標にはですね、結果、目標と行動計画ということですよね。はい。
KPI ってのは、経パフォーマンスインディケーターとかね、結構大手の会社では、まあ、よく出てくる言葉ですけども、で、また KGI っていうのは、キーゴールズインディケーターということで、ちょっとこれ順番逆になっていますが、KPI っていうのが行動目標ですよね。実際何をやるかという、そういう目標になってきます。まあ、こういうのをどっちかというとありますので、まあ、よく経営計画っていうと、結果目標が結構多くあると思うんですが、まあ、どういう行動するかもね、結構大事なことになってきますので、まあ、そういう意味ではちょっとここでね、そんなことも触れておきました。はい。皆さんそれぞれありがとうございました。はい。それでは結構皆さんこのことをですね、今伺ったところなんですが、それでなぜこのことを申し上げたかというと、もう皆さんにですね、何度か申し上げておりますように、この経営というのは何かというと、これは意図的な顧客の創造ということですね。中心の部分が、意図的な顧客の創造ということになってまいります。